ています。そりゃあ、茶畑戦記。悪行はそこまでじゃ。新パック発売されたんじゃー。収録日が3月30日、動画編集日が4月4日の件について、リアルでもいろいろ忙しかったから勘弁な。それはそうと、新環境になりましたけど、デッキは何でいくんですか？以前から私が使用しているコントロール美書デッキにヘブンリーイージスをお迎えしたような感じだよ。これまた珍しいカードがちらほらと。盤面を維持してダークオファリングで回復も入れる、覇者の光や宝典で面倒なラスワも処理できたりするし、ミストシャーマンとダムスで嫌がらせもできそうですね。ぶっちゃけ、何が流行っていくのかもわからない状況だし、耐えて相手の心を追っていくスタイルだよね。器用貧乏なんて言葉もありますけどね。形にとらわれず自由に自分のデッキを模索し続ける。これがデュエリストのあるべき姿じゃないだろうか。勝てるかどうかは別として。仕事が忙しくてシャドバは今全く触れていない状況ですが、視聴者さんたちから見て、現環境をどう見ますか？私は落ち着き出したらウィッチが強いと思うんだよな。今回追加されたスペルと歯を組み合わせたら1ターンに出せるダメージがとんでもないことになりそう。と入っても、イージスぶっ壊れですけどね。ビショップの敵はビショップだけなんや。我は触れられざる好機。不可死にして不可避の裁き。書いてある能力からして臭不可避。イージス特化のデッキとかも当然できるでしょうね。どうなるかわかんないけど、美書使いなら一発目はイージスとやらを試すしかないよね。こんな感じのデッキですが、皆さん今回もよろしくお願いします。じゃあ、今回も張り切って戦っていこう。新環境一発目のお相手さんはどなたでしょうか？一発目はロイヤルちゃんだね。空を犯す者、何時に裁きを。どうぞお覚悟を。新パック追加、10時に無事メンテが終わった。メンテが終わるとどうなるんです？知らんのか？メンテが始まる。収録日の3月30日ではガウェインがメンテ中と表示され、メンテが終わるとメンテが始まる現象を無事体験できたよ。せっかくエーテル使って作成したのに使おうと思ったらメンテだったんですよね。まあ、詫び来るだろうし全然いいんだけどさ。さあ、相手は新環境ロイヤル。と言っても実装初日だから荒れる展開だろうな。ノーイストルーパーの失踪に点殴られてターンエンドですね。ダークオファリングがあるから回復は見込めるでしょう。漆黒の宝典使って消滅させちゃってターンエンドかな。仲間との絆が私を強くする。ここで出てきたのが白銀の騎士エミリアちゃんですね。相手はゲルトを手札に加えてるね。高校ロイヤルは進化剣も十分あるし、さらに手札も多いから気をつけないと。イージスのために進化は温存しておきたいのですが、さすがに除去しておかないとまずそうですね。コントロール重視でうまく耐えていくしかないね。ここで出てきたのがブリッジランサーちゃんだね。進化温存で除去してきましたね。必要以上の展開もなしみたいです。こういう時に10冊の調教師を出せたら強いんだけど、あいにく引けてないから適当に出しておこうかな。エミリアちゃんに前目が出てきて、ゲルト召喚、進化発動で両式除去エンドですね。進化を誘えたのは良かったけど、まだ2つも余ってるし少し苦しいかな。相手はリーサルにアルデイに握ってそうですしね。ここは漆黒の宝典と有罪判決で除去して終わりかな。ちょうど3ターン後に除去発動となれば、相手はアルベイルためらうかもしれませんしね。絶対有罪死刑判決って裁判としておかしいやろ。ここでミニゴズとノイストリーパーを出してきましたね。相変わらず出しては引いてで手札は多いみたいです。ここは進化発動するまでもなさそうだし、裁判所で牽制しつつ前目でいいかな。イージスも手元にありますし、あとはタイミング次第って感じですね。しのぎおじさんあたり出してくれたら助かるんだけどね。来ましたね。これは消滅チャンスですわ。お相手さんは一気にダメージ加速させてきましたね。ノーイス進化、教えで強化も入って5点だね。そろそろダークオファリング発動していきたいところですね。予想外の回復が入れば相手も焦るだろうしね。10択の頂上資産来ましたね。このデッキのオファリング要因はトラハゲレオスピだからね。10択の頂上資産で盤面取り返して終わりかな。8ターン目にして最初のプレイヤーダメージですね。次のターンしのげばオファってこれるから、相手がどう出るかだよね。一振りで除去しつつ訪れたベルト展開ですね。 3.25 展開で 3.4 フォロワー展開。手札も補充されたね。裁判所がアドブレを消してくれれば助かるんだけどな。トラーイ、見事にアドブレが有罪判決になりましたね。ここはサハクイエルでお弁出して除去に回るしかないね。さすがにこの場面でイージスは勇気いますしね。ついでにサハクイエルをカーテンで蓋して取られないようにしておこう。確実に4回復4ドローしていきたいですもんね。今まででミスが引けてないってことは、このオファリングドローで引いてこれるってことだ。
相手はさらに一振りから返ってきましたね。メイドリーダーで血管をパーチしに行って決戦のランサーを2枚出して2個も並べてきましたね。フェイスをさせているのか勝負を決めに来たのか。さあここで私のターンだね。ここでオファラないではないので4回復4ドローしに行くよ。このドローにゲームの全てがかかっています。がっつりテニス引きましたわ。どうしてそんなに愚かなの。相手の手札はドロー分入れても5枚ですね。反射的に優勢なのは我々ですが、どう出てくるでしょうか。なんと、アドブレとミニボブでさらに手札を補充してきたか。この展開は予想していなかったよ。敵もなかなかの粘りを見せてきてるね。ハンド的にはしのげるかどうかって感じですが、アドブレは除去できたから1ターンで負ける可能性は減ったけど、ダムスを置いてはルアガキしてみますか。お構いなしでアルベールを置いてこられたらヤバいんだけどね。この動き、相手はかなり慎重派ですね。ぶっちゃけ、この用心深さに助けられた感じだね。またしてもテニス引かないとまずい状況ですけどね。がっつりテニス引いてくるんだよなぁ。すべてを消し去った後にハゲが盤面に残る。まさにお前が悪用兵器。戦場をかけましょう。相手はしのぎおじさんとノーイストルーパー出してきたね。おでんでしのぎおじさん消滅。ハゲでノーイストルーパー取るよ。盤面を掃除しにアルベール出てくれると助かるんですが、次くらいで隙ができたらイージス召喚したいところ。ここで出てきたのがアレクサンダー先輩ですね。でもこれで空になった盤面にイージスを蹴るようになったね。さあチート能力のヘブンリーイージスの出番ですよ。我は触れられざる好機。さあここで相手はどう出るのかな。ヘブンリーイージス能力もさることながらスタッフも高いですしね。ここで出てきたのが青で4枚だね。でも大丈夫、除去はできるし相手の手札は減ってきてるね。体力的にも余裕ありませんし全力除去で良さそうですね。おでんで消滅させてから霧のカーテン絶対して終わりかな。さあ盤面には3体のフォロワー展開。相手は進化切って乗り気がないのとまずいんじゃないかな。お相手さんが出してきたのはモニカですね。一番右から切ってきたってことはアルベールがない可能性もあるのかな。進化後能力で 2.2 除去しつつ OG も除去ですね。さらにエミリア召喚だね。待って、相手さん順番間違えてるねこれ。まあ、相手がどうやって切ってこようが。私はビショップを愛し、ビショップに愛された男。お前の未来を予言してやる。そして、すかさずダムスを出して徹底的に牽制するんですね。そして出てきたのが遅すぎたアルベール先輩。疾患を入れすぎたのがアダとなったのかな。必要な時に引けないっていうのは、デッキ調整の時点ですでに負けてるわけですしね。私みたいにテンプレデッキで引けない運の持ち主はドローソースを増やして戦ってみると意外と勝てたりするのよ。はい、勝負がついたようですね。対戦ありがとうございました。新環境になったわけだけどいろいろ試したいデッキ増えたよね。ウィッチやロイヤルなんかでも試したいデッキありますね。レジ抜きデッキなんかも楽しそうだよね。潜伏ロイヤルとかスペルウィッチなんかやろうかな。というわけでリクエストは募集しております。さあここら辺で恒例の宣伝行くよ。私のヨウツベチャンネルでシャドバス戦記の高画質版が公開されています。ニコニコ動画よりも少し早く投稿されてたりシャドバス戦記以外の動画もアップされているので視聴などのご支援いただければと思います。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。また会おうぜ。